今日はですね、新品に、交換してもらったリアゲート、今日はその塗装作業を取材させてもらおうと思います。ただいま向かっておりますので安全運転で行きましょう。 Here we go。 小田切さん、おはようございます。おはようございます。今日は塗装、はい、塗装編です、ね、新しい新品の僕のリアゲートを綺麗に今日は仕上げていただけるということで、はい、作業の方をね、はい、見学させてもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。これはもうサンディングをされた後なんですか？そうですね、新品が届いて、はい、その後にもう足付けをして、で今もう脱脂まで終わった状態なので。足付けって何ですか？足付けっていうのは要するに塗装の食い付けを良くするために、うんうん、まあペーパーを当てて少し、はい、まあ何ですかね、傷を入れてあげるっていう。なるほど、乗りやすいように、はい、作業としてはもう色をつけられるんですか次？そうですね、もうこのまんま次色にいっちゃうような感じなので、はい、まあこう移動とかで乗ったゴミみたいなのを少しタッククロスっていうちょっとベタベタした、はい、布切れみたいなのがあるんですけど、はい、それで取り切ってあげてからスタートになります。あ、なるほどですね。そういう段取りで今日は塗装をしていただいて、元々のね僕の黒の塗装に戻してもらえると、塗ってもらえるということで楽しみにしています。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。塗りの方が完了しました。美しく蘇ったリアゲート、ありがとうございます。素早い作業で綺麗に仕上げていただきました。丁寧なお仕事を見させてもらいました。ありがとうございます。塗装をいろいろとちょっと勉強させてもらいながら、はい、なかなか見る機会もないと思う。本当にすごいいい機会をいただきました、はい、ありがとうございます、はい、で次がついに完成編、完成編ということで楽しみにしてます、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また今度お願いします。よろしくお願いします。